今期は聖書研究ガイド約束神の永遠の契約を学びます。ガイドの表紙のイラストはアブラハムです。アブラハムは信仰の父と言われている人物です。しかしアブラハムは最初の信仰者ではありません。彼の前にはアベルやエノク、ノアといった信仰の人々がいました。彼らも確かに神を信じたのですが、どちらかというと、彼らは自分や家族のために信じる信仰でした。しかしアブラハムの信仰は、彼自身とその家族のためだけでなく、遠い将来に至るまでアブラハムの血肉にある子孫、さらには霊的な子孫のすべてを包み込む使命的信仰であったのです。このことについては詳しく今期のガイド4から6課で学んでいきます。私たちは今期神の契約について、それが与えるもの、そしてそれが要求するものについてもさらに詳しく学びます。皆さんはすでに理解しておられると思いますが、信仰による義とイエスの血は許すだけではなく清め、そして回復を与えること、私たちはキリストを通して、そして私たちの肉の心の上に神がその聖なる律法をお書きになるという経験を通して生まれ変わるということをさらに深く理解する学びとなっています。ここにおられる方はもう皆さん、ベテランの学びをされているので、問題ないと思うんですけども、一度復習をいたします。律法とは何でしょうか。律法とは何でしょうか。律法とは神の愛、はい、他に、はい、律法とは実戒、はい、神の法律、つまり実戒のことですね、はい。そして、読んでいくと、こう、今回の学びの、中には契約という言葉が出てきます。契約っていうと何かこう固いイメージをするんですけど、契約って何ですか。はい、神の約束ですね、はい。なのでこう難しい言葉が出てきたら、契約っていうのは神の約束なんだな、律法っていうのは神の法律なんだなっていうふうに思いながら、聞いていくとちょっと分かりやすくなるかと思います。ではですね、福井さん、罪とは何ですか。そうですね、有名な聖句は罪は不法であるってありますね。神の法則に従わないことを罪っていうふうに聖書では書いてあります。そこのところをこう頭の中でうまくチェンジしながら、読んでいかれるとより理解が、しやすいかと思います。はい、それでは、今週の学びは、創造について、神が初めに作られたものについて、そして完全であった創造の御業に何が起きたのかを見ていきます。そして最後に今期のテーマである世界を正しい状態に回復するために神が何をなさったかについて学んでいきましょう。日曜日の学び、まず聖句をお読みいたします。創世記一章の一節、はじめに神は天と地とを創造された。この聖句は、誰が、どのように、何を、いつ、ということが書かれています。聖書は、神が創造主であることを証明していません。ただ、啓示しています。啓示とは、神が人に教え示すという意味です。この啓示がなければ、この世界が
神によって創造されたことを私たちは知る由もありませんでした。またこの啓示がなければ私たちの人生の目的を知ることもありませんでした。興味深い点は、主はご自身が創造主であることを証明しようとはなされないということです。それを正当化も証明も説明もしようとなさらず、ただ単純明快に事実を述べています。その事実を私たちが信仰を持って受け入れるか否かは私たち次第なのです。実際のところ信仰は私たちがその事実を受け入れるための唯一の方法なのです。なぜなら今地上に生きる私たちは誰も天地創造を見たことがないからです。問い1では、これらの聖句が宇宙はどうして存在するのか、私たちがそこに生きるこの世界とは何なのか、なぜ私たちはここにいるのか、どのようにして私たちはここに来たのか、そして私たちは最終的にどこに行くのか、この疑問に答えています。その答えに共通することは何ですかと尋ねています。問い1の答えをいくつかの聖句から確認していきましょう。ヘブル人への手紙1章2節、この終わりの時には御子によって私たちに語られたのである。神は御子を万物の創造者と定め、また御子によって諸々の世界を作られた。イエス・キリストは創造の代理者であることを明らかにしています。また創造主は永遠から永遠に存在される主なる神です。詩編の百編の三節を見てみましょう。主こそ神であることを知れ、我らを作られたものは主であって、我らは主のものである。我らはその民、その牧の羊である。これ牧場とかじゃないですか、合ってますかね、ちょっと私が間違ってるかもしれない、牧で合ってますか、牧場。牧場の羊だと思います。バーが抜けてしまってすみません。はい、合ってます、牧で合ってます。はい、何を知るかといえば、その一つはここの聖句では、主こそ神であるということ、そしてその一つは私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊であるということです。次、イザヤ書40章28節を見てみましょう。あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかったか、主は常しえの神、地の果ての創造主であって、創造者であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵は計りがた。神様はすべてのものを創造された方です。神の英知と力は被造物によって知られています。聖書は目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よと勧めています。昔の人たちは人工の光も届かないところで広大な夜空を見て、輝く星空を見て、創造主なる神に思いを馳せました。月曜日の学び、ご自分にかたどって。創世記一章では他のどんな被造物よりも人の創造が強調されています。創世記一章26節読んでみましょう。神はまた言われた、我々の形に我々にかたどって人を作り、これに海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と
地のすべての這うもの等を治めさせよう。人間は神ご自身の形をかたどって、また神ご自身に似せて神が創造された唯一の存在です。地上唯一の生き物なのです。人は他の動物とは全く違ったものであるにもかかわらず、私たちは、今それほどそのことを、大したことのように思わず暮らしています。神とは、しかしながら、神とは別の存在として、設定されています。神は男女を神の形にかたどり、神に似せて創造されたので、最も深い交流と最も意味深い関係が神と人間との間に存在することができました。人類は創造主との親しい交わりを楽しむために特別に作られているので、創造の冠と言えるでしょう。創世記1章27節を読んでいます。神は自分の形に人を創造された。すなわち神の形に創造し、男と女に創造された。私たちについてただ言えることは、私たちの身体的、知的、霊的性質の中に、私たちは何らかの方法で天の創造主を反映しているということです。その見姿は神秘に包まれながらも、なお私たちのためにその多くが私たちの中に残されているのです。しかしながら、聖書は私たちの心の霊的、知的面を強調します。これらの面を私たちは開発し向上させることができます。これこそが人間の心のユニークさなのです。この能力によって人間は神との関係を育むことができます。男も女も共に神の御姿にかたどって作られたという信じがたい特権を共有しています。神は2人を最初から平等に作られ、共にご自身との特別な関係の中に置かれました。二人は共に主に栄光を表すために、神から与えられた品性を発達させる機会を同じように持っていました。それでは火曜日の学び、神が人と共に。創世記1章の28-29節では、神は人間との関係に最初の一歩を踏み出しておられるのがわかります。神は彼らに語りかけ、彼らに指示を与え、するべきことを告げておられます。これらの御言葉には暗に責任も示されています。神はご自身が作られたこの素晴らしい被造物の主人となるように求められているのです。神が最初に人間に語られた言葉はこれでした。創世記1章28-29節、神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物等を治めよ。神はまた言われた。私は全地の表にある種を持つすべての草と種のある実を結ぶすべての木とをあなた方に与える。これはあなた方の食物となるであろう。神は彼らが子供を産み、同じ種をさらに繁殖させる能力を示されました。また神の創造の御業を示し、人間がすべての生き物を支配するように言われます。主はまた彼らが食べることができる植物を示されました。神は地に植物を、すなわち種のできる草と
種の入った実を結ぶ木を生じさせています。29節ではそれが人の食物となることが記されています。しかし30節では人以外の生き物たちにはすべての緑の草を食物として与えることが記されています。人と動物とでは何が違うのでしょうか。それは食物に種があるか否かです。創世記1章の24節を開いてください。神はまた言われた。地は生き物を種類に従って出せ。家畜と這うものと地の獣とを種類に従って出せ。そのようになった。神様は家畜をお作りになったと書かれています。家畜は人間が人間のために飼いならした動物のことです。しかし聖書によりますと動物の中には初めから家畜として、つまり人間に飼いならされるような性質を持った動物として神様がお作りになったということは非常に興味深いです。神はアダムとエバを神の善意に応えて主との交わりと親睦に入ることができる知的な存在として扱われました。アダムとエバはまた作られた子供として創造主なる父の祝福と守りに依存する存在でした。主は彼らの必要のすべてを満たされるお方でした。彼らは主がお与えになったものに値することは何もしませんでした。彼らは純粋に彼らが何かをして得ることのできないものを受けたにすぎません。水曜日の学びに入っていきましょう。創世記2章では罪が侵入する以前の時と出来事が書かれていますが、神がお仕えすることがアダムとエバの最高の召しでした。彼らは本能的衝動と自然の法則に従っている動物とは違い、知的また霊的な品性の一部として自由意志が与えられていました。アダムとエバは服従して生きるか、それとも服従しないで滅びるかのどちらかであったのでした。神がエデンに置かれた木はもともと悪いものではありません。ある特別な実に死を招くウイルスやバクテリアを含んでいるわけでもありませんでした。この試験はアダムとエバに彼らの自由意志を用いる機会を提供しました。それはまた彼らの創造主の関係に対して前向きに答えるか否定的に答えるかを彼らに迫るものでした。それはまた神が彼らを自由で道徳的な存在として作られたことを示していました。人類の未来はこのたった一つの禁止事項にかかっていたのです。多くの命令がこの一つに集約されていたのでした。主はこの戒めの言葉の戒めの背景に園のすべての木から取って食べなさいという広大な許可を与えておられたのでした。私への信頼はこの明確な命令にただ従うことによってのみ示されるのだと神は言っておられるのです。神はアダムとエバの忠誠と信仰を試されました。私たちの最初の両親であるアダムとエバは愛、信仰、従順の試練に敗北してしまいました。そして彼らは神に耳を傾けることをやめました。アダムとエバの罪は彼らの幸福を願う神のご計画への不信をあらわにしました。
タンは天を追放された時に地球を彼の王国にしようと決意したのです。彼はアダムとエバを誘惑して勝利した時にこの世界を手中に収めたと思いました。なぜなら彼らは私を支配者に選んだからだとサタンはその時言ったのです。天で起こった善と悪との大騒動はサタンが自分のものと主張したこの世界そのものを戦場として勝敗を決することとなりました。この大騒動はエデンから再臨直前の恩恵期間が閉じる時まで続いています。今週の学びの参考図書であった、人類のあけぼの3章4章5章とお読みになられた方も多いと思います。人類のあけぼのの一番最初の部分は天地創造ではなくサタンが天でどのようなことを起こしたかということが書かれています。今、話しました恩恵期間のこと、大騒動のこと、もっと詳しくお知りになりたい方は、人類のあけぼのの一章とそれと、最後のところを、大騒動の、下巻の最後のところを読まれると、最初と最後がちゃんとこうまとまっているところが分かってくると思いますので、ぜひセブンス・デ・アドベンチストの方はこの部分をしっかり読んでいただきたいというふうに思います。神の律法は人間を束縛するものではないと教える多くの人々がその戒めに従うことは不可能であると主張しています。しかしそれが真実であるならばなぜアダムは罪の刑罰を受けたのでしょうか。もし律法を変えることができたならばキリストの犠牲はなくても人類は救われたことでしょう。しかし堕落した人類のためにキリストが命を捧げる必要があったという事実は罪人が神の律法の要求から免除されることはない、決してないということを証明しています。それは罪の報酬が死であることを実証したのです。十字架上でキリストが死なれた時サタンの滅びることが決定しました。キリストが人間の罪の刑罰を負われたその事実そのものが、全て作られたものに対して、全ての作られたものに対して、律法が不変であること、神は正しく憐れみ深く自己を否定する方であることを大いに証明しています。我々の祖先の罪はこの世に罪と悲しみをもたらしました。もし神の恵みと憐れみがなかったならば人類は全くの絶望状態に投げ込まれたことでしょう。木曜日の学び、関係を壊すもの。創世記3章は人の罪のためにいくつかの主要な変化が起きたと説明しています。第一に、男女の関係が壊されました。アダムは悔い改めの精神を表す代わりにエバを非難し、ひいては神ご自身の責任にしました。第二に、人と創造された世界の関係が遮られ、恐れ、疎遠、死の特徴が現れました。かつては穏やかで一様だった気温も、今は急激に変化するようになったのです。アダムとエバは、花がしぼみ、葉が落ちるという死の最初の兆候を見て、今日、人々が死者のために嘆く以上の悲しみを味わいました。第三に、神と人との関係は決定的に遮られました。人は神と交わるために作られました。
罪が侵入してからはアダムとエバは神の御顔から逃れ隠れてしまいました。エバよりもむしろ神の明白なご命令を完全に理解していたアダムの恋の選択が多くの人類にとって罪と死を避けられないものとしました。エバは蛇に騙されたのですが、アダムはそうではなかったのです。アダムはエバが神の命令に背き、彼らの忠誠と愛の試練として課せられるただ一つの禁令を犯したことが分かりました。神との交わりと親睦に代わって孤立と離別が神と人間の間に入り込みました。このままでは人類は永遠の滅びに向かうのです。神の御子は堕落した人類を憐れまれました。失われた世界の災いをご覧になって、限りない憐れみの情を感じられたのでした。この時、神の愛はすでに人間を救う計画を立てていました。神の律法は神ご自身と同様に神聖であるから、罪の贖いをすることができるのは神と等しい方のみです。神、罪を犯した人間を律法の呪いから贖い、再び天と調和させることができるのはキリストの他になかったのです。神の愛は神の身腕に私たちを連れ戻すために、サタンによって引き起こされた障壁を打ち破るプロセスを始められました。神の驚くべき希望に満ちた予言の言葉は、神によって定められたサタンと女との間の敵意を語っています。創世記3章の15節の聖句を読みいたします。私は恨みを置く、お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。エデンの園で蛇は野の生き物のうちで最も美しく、みんなから褒めそやされていましたが、エデン以降最も癒しめられて忌み嫌われるものとなり、人からも動物からも恐れられ憎まれるようになり、そういう存在になるのでした。蛇に向かって語られたこの言葉は、サタン自身に神が直接言われたもので、彼が最後には敗北して滅びることを指しています。そして聖書の最初の約束は、サタンの権力を打ち砕くお方について語っています。救い主の約束は絶望状態にあるアダムとエバに希望を与えました。救い主の最終的勝利の希望は全ての希望を超えています。その希望は恵みと憐れみ、許しと救済、神との関係が更新されることを約束しています。聖書の初めには創造の物語のみならず、贖罪の物語を私たちに伝えています。それは神と人との契約関係の物語です。金曜日の学びをいたしましょう。アダムとエバは大きな罪を犯したにもかかわらず、サタンのなすがままに放任されてはいないという保証が与えられました。神の御子が彼らの罪をあがなうためにご自身の命を提供されたのです。彼らに恵みの期間が与えられ、悔い改めとキリストを信じる信仰によって彼らは再び神の子となることができるのでした。イザヤ書55章6節7節を読み出します。あなた方は
主にお会いすることのできるうちに主に尋ねよ。近くおられるうちに呼び求めよ。悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて主に帰れ。そうすれば主は彼に憐れみを施される。我々の神に帰れ。主は豊かに許しを与えられる。もう一箇所、ルカによる福音書19章の10節をお読みいたします。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。あなたの神はあなたが失われるのを喜ばれない。主はあなたを探すために来られるとのメッセージが含まれています。私たちは私たちの作り主との交わりに入るときにのみ、私たちの人生は真の意味と明瞭さを持つことを聖書は語っています。アダムとエバが恐れと罪悪感と恥の意識を抱き、彼らの中にも周囲にも罪の傷跡を残し、神の御前から隠れているとき、どこにいるのかと神は探し求める愛の叫びがけをしながら近づいてこられました。アダムとエバが聞いているところで語られたこの宣告は、彼らにとっては約束でした。彼らは自分たちの分であるロークと悲しみの一生、また塵に帰らなければならないという宣告を聞く前に、まず希望を与えずには置かない言葉を聞きました。彼らは大いなる敵の力に苦しまなければならなかったのですが、最後に勝利を待望することができたのです。神はキリストによってご自分を表し、世をご自分に和解させようとなさいました。人間は罪を犯して堕落したため、自分の力では清く恵み深いご性質である神に調和することができなくなりました。しかしキリストは律法の罪の宣告から人間をあがなった後で、上からの力を人間に与えて、人間の努力とそれを結合することがおできになるのです。こうして神に対する悔い改めとキリストを信じる信仰によって、アダムの堕落した子らはもう一度神の子となることができるのでした。神の側から最初のアダムとエバへの歩み寄りはエデンで終わることはありませんでした。私たちのこの時代のこの瞬間にも神はなおお作りになった人に近づいておられます。今週の学びの最後に、予言の霊が語っているエデンの園の回復を皆さんと分かち合いたいと思います。これは、明石の文の、人類のあけぼの第4章エデンの園の悲劇からの抜粋です。ちょっとこのイラストで、そうです、これです、はい、お読みいたします。エデンの園は、人間がその楽しい道から追われた後も長く地上に残っていた。その入り口は警護の天使が守っているだけで、堕落した人類は罪の入らなかった時の住居を長い間垣間見ることが許されていた。ケルビムが守っていた楽園の門には神の栄光が現れていた。アダムとその子らはここに来て神を礼拝した。かつて神の律法を犯したためにエデンから追放された彼らは、ここで神の律法に従う誓いを新たにした。悪の潮が全地にみなぎり、人々の悪行の結果、
世界が洪水によって滅ぼされることになったとき、エデンの園を作られた御手は、それを地上から取り去られた。しかし、万物が回復されて、新しい天と新しい地が出現するとき、それは初めの時よりももっと輝かしく飾られて回復されるのである。その時神の戒めを守ってきた者は命の木の下で不死の生気を呼吸する。そして罪のない世界の住民は永遠にわたってこの喜ばしい楽園に罪に呪われなかった完全な神の創造の御業の見本を見るとともに、人間が創造主の栄光に満ちた計画を成就していたならば、世界がどのようになったかという見本を見るのである。今日の学びはここまでですが、少し時間があるので、今週エデンの園が出てきましたので、少しエデンの園について、皆さんと分かち合いたいと思います。先ほどの証の文から、エデンの園はいつまであったかということが書かれていました。はい、岡本さん、エデンの園はいつまでありましたか？じゃあさっき の, あの証の文に、はい、じゃあちょっと、もう一度読みます。ですね、悪の牛輪が全地にみなぎり、人々の悪行の結果、世界が洪水によって滅ぼされることになったとき、エデンの園を作られた見てはそれを地上から取り去られたってあります。つまり、ノアの洪水の時までエデンの園はあったということですね。はい、では、エデンの園はどこにあったでしょうか？どこにあったと思いますか？エデンの園、聖書には何て書かれているでしょうか？エデンの園は、どこにあったかっていうのが地名は書かれていなくて、ただ東の方と記されています。チグリス川とユーフラテス川が現存する地名であることから、メソポタミアあたりとする説があります。創世記一章の一節で、はじめに神は天と地を創造したとあります。で、黙示録の21章にも、新しい天と新しい地が以前の地に変わって登場します。何故天と地なのでしょうか？新しい天だけではダメなのでしょうか？新しい点で神と人が永遠に住むのではどうしてダメなのでしょうか？お兄さん、どういいのか、どうして地がいるのか。ん？わかりません？はい。黙示録の21章に聖なる都と新しいエルサレムが神の身元から下ってくるという聖句があります。どこに下ってくるのか、つまり地球に下ってくるわけですね。そのどこに下ってくる場所っていうのは聖書には何も記されていませんが、その新しい地とはおそらく聖書の舞台となった中東ではないだろうかと考えているクリスチャンが多いです。最初の創造の時にも最後の創造にも天と地がワンセットです。今イラストを出してもらってますが、新しい天と地が降りてくるっていうこのイラストですね。神がご自身の形に似せて人をお作りになり、交わりを持とうとされた舞台の神秘が、隠されています。この聖句の中にその神秘が隠されているわけですから、創世記と黙示録はワンセットで読んでください。はい、神と、人とが、住む具体的な場所としては、最初の創造ではエデンの園でしたが、最後の創造では新しいエルサレムっていうふうになっています。つまりエデンの園は黙示録では新しいエルサレムっていうふうに言い換えられているわけです。
神が天と地を作られた目的は、神と人とが住む場所としての家を作るためでした。しかし、それがサタンによって妨げられたために、神は再び新しい天と新しい地を創造されるのです。そこでは神が人と共に住み、人は神の民となります。人に対する神の最高の約束は、神との永遠の親しい交わりの家に招かれることなのでした。この新しいエルサレムが降りてくるっていうのところを見ると、真四角の真正方形の、 あの立方体ですね、形をしています。で、一辺っていうか、こう一辺はどれぐらいの長さか、どれぐらいだと思います？キュービックの一辺、うん、それが天から降りてきてみんながそこに住むわけだから結構大きいですけど、どれぐらいあると思います？はい、一辺が2220メートルって書いてありました。で、それが2222メートルの立方体がこう天から降りてくるわけです。で、そこに壁、この立方体には壁があるって書いてあるんですけど、壁は何センチぐらいと思います？壁は65センチです。結構65センチの壁、分厚いですよね。で、純金でできています。それが天から降りてくるって書かれています。今のところの、詳しいことを知りたい人は黙示録の21節を読んでください。それでは、今日の学びを、終わります。 お祈りをします。天の父なる神様、この時間を、導いてくださりありがとうございます。創造された時と同じように、私たちの新たな住まいを備え、そして私たちはそこで神様と共に住むことができるという約束を、今生きる私たちに与えてくださり、ありがとうございます。なぜ神様が正四方形を作られたかというと、それはこの地上での至聖所と同じ形だからです。聖書は最初も最後もいつも神様のご性質のように完全に矛盾なく書かれています。私たちはその御言葉を通して神様のご品性に触れ、そして神様の恩愛を約束を通して今日も感謝することができますようにお導きください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。